ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がアルピーヌ A110GT2022 年式1700キロ、こちらの車両になります。はい、再びのアルピーヌ A110 がやってまいりました。はい、1年ちょっと前ですかね。1年、約1年半ぐらい前ご紹介させていただいて、またご紹介させていただく感じなんですけども、はい、マイチェーンしてたんですね。そうです、僕も知らなくて。私も知りませんでした。はい、今日予習するまで気がつかなかった。はい、っていうのも外観がほとんど変わってない、はい、けどなんかちょっと細かいところ変わったりだとか、そうですね、はい、エンジンがパワーアップしてたりだとか、あとなんかグレード体系が見直されてる。そうです、結構分かりやすくなんか整理されたような感じだと思います。はい、で今回ご紹介させていただくこの GT っていうグレードが、そのマイチェーンに合わせて追加されたグレードということ で、はい、で今は4グレードのタイプですよね。はい、まあ、スと GT と S と R と、はい、まあ、欧州車興味ある方だともうなんとなくイメージできると思うんですけど、イメージ通りですよね。イメージ通りです。逆に前のマイチェン前まではグレード名を聞いてもピンとこない方多かったと思うんですけど、今回結構そのアルファベットで S とか GT とか R ってなって、多分もうイメージつきやすくなってるとは思います。でそのグレード以外は全部このパワーアップしたエンジン、はい、300馬力でしたっけ。そうです、こちらを積んで、まあ、あとはそのセッティングだったりだとか細かいところが違う。はい、で今回ご紹介させていただくのが GT ということなんで、はい、もう本当にグランドツーリング。そうです、はい、まあ、スポーツ走行もできいの、はい、長距離に乗っていただいてもいいですし、日常使いにも使えるモデルということで、はい、非常におすすめのグレードになってくるんじゃないかなと思います。はい、で今回 GT ご紹介させていただくんですけど、ボディカラーがなんか2種類ぐらい、アルピーヌ その展開として、これ今この個体エッセンシャルパッケージっていうパッケージなんですけども、これがいわゆる色自体はいっぱいあるんですけども、2色だけに絞ってもう仕様が決まった状態で、ラインナップとして入ってるものす、まあ、おすすめパッケージみたいなやつですね。そうです、はい、でなんか色々色があって、昔の色をこう塗ったりだとか、そうです、まあ、ベージュがあったりとか、なんか緑色があったりとか、はい、なんかそれも頼むことができるんですけど、なんか結構な時間がかかるということで。そうですね、オーダーすると要はアトリエっていう名前がアルピーヌの場合つくんですけども、そのアトリエ要はオプションでカラー選択したりすると、まあ早くて1年半とかっていうのはちょっと聞いてます。なるほど、はい、なんで、まあ、ほとんど市場に流通しているものの個体が、まあ、この辺になってくると思うんですけども、はい、薄い水色と今回ご紹介させていただくこの紺に近い、はい、ボディカラーがあるようなんですけども、はい、これだいぶ良くないですか。なんかかっこいいですよね。かっこいいですよね、はい、なんかまあエレガントな雰囲気でいいと思います。で青にも見えたり、こう、なんですか、くぼんでるとこなんか紺色に見えたり、はい、なんかかなり高級感がある。そうです、はい、GT の名前にすごくマッチしてるかなと。はい、ただもう一色の薄い水色の方、だからクラシカルな感じはあっちかなと。そうですね、まあいわゆるまあ旧車というか昔のそのアルピーヌの A110 をやっぱイメージされてる方はそっちの薄い方がいいと思いますね。なんでまあどっちにしても青系になるんですけど、はい、まあ、この辺かなり個人的にはいいポイントじゃないかな。はい、あとは何といってもエクステリアかなと。はい、もう声を大にして言いたい。はい、もう現代のこのリバイバルは全部このスタイルで行ってほしい。まあそうですよね。わかります。はい、名前こそ引き継いで全然違う形になってる車最近多いじゃないですか。多いですね。これで行ってほしいですよね。これはもう納得ですよね。本当に。だ知らない人が見ても、あ、絶対新しいアルピーヌだってわかるじゃないですか。はい、A110 だってわかる。はい、このスタイリングも最強かなと。うん、でなんかさっき話を聞いたら、これでもなんかいろいろオプションがあって、グリルなんか取り替えたりだとか。はい、グリルの、まあ、ここ今樹脂の、グリルなんですけども、これも、まあ、オプションでメッシュ、もう本当にちょっとレーシーにメッシュなんかにも選べたりするみたいで、まあ、カスタマイズも楽しんでいただける個体かなと。はい、また樹脂パーツ多いんで塗っていただいてもいいのかなと。そうですね、はい、だと何と言ってもいいのがこのボディサイズかなと。はい、全長の方が4200、はい、全幅の方が1800っすよ。で全高1250ということで、はい、めちゃめちゃちっちゃいと。コンパクトですよね。だこの辺持ってても困らないというか、うん、置き場に困らないサイズなんで、はい、まあ、もう1台大きい車持ってて、うん、なんかちっちゃい車欲しいなとか遊びの車欲しいなっていう方にはかなりベストバイな車になってくるんじゃないかなと。はい、そして早速横に回っていってもいいでしょうか。はい、このグレードで大きく違うところが足元ということで、はい、こちら18インチ、こちらのホイールが GT だと標準ですよね。標準です。オプション、これは、エッセンシャルパッケージの、標準になります。ベースのやつと同じなんですよ本来は。はい、パッケージ入ってないとということで、この18インチのホイールが装着されていると。これホイールの名前がかっこいいんですよね。かっこいいですよね。グランプリ、はい、まあ、GT に近い本当に似合った名前、ね、はい、名前がついてると。はい、でこれ天面がポリッシュですかね、ブラッシュかな。はい、はい、でバイカラーになってて側面が黒のメッシュホイール。はい、まあ、これもう王道のイメージでいくとスノアのディッシュのホイールかなっていう感じですけど、うん、意外になんかこうスタイリッシュなホイール似合うなと。そうですね、意外と似合いますよね。でサイズの方が18インチ、はい、フロント205、4018ということで、はい、でこの辺も変えていただいてもいいのかな。
そうですね、多分あの最近欧州車だともう20インチとか標準でも当たり前、オプションで22インチとかあるので結構小ぶりに見えると思うんですけど、逆にまあホイール選ぶ上ではコスト的には結構選びやすいのかなと思います。で S とか R になるとなんかとフックスの単造ホイールが、そうです、前多分去年のさ、ごめんなさい、1年半前に紹介した S はそのフックスの単造ホイールが入ったんで、なるほど、はい、ちょっとそのあたりは乗ってみてまた違いがあるか確認したいと思います。なんでドレスアップだけじゃなくてスポーティーなホイールなんかに変えていただいてもいいのかなと、はい、でさっき調べたらなんかと PCD が1時 4.3 ということで、はい、もう超定番の、もしかしたらこの辺日産のあれが入ってるのかなっていう気がしますね。そうですね、僕前愛車日産車だったんで、ちょっとそうなんだちょっとあの親近感湧きました。まあルノーなんで日産、はい、あの系列ですから、まあ、その辺がもしかしたら入ってるのかな、はい、そしてブレーキの方が320倍、ブレンボブレーキが標準装備ということで、はい、そうです、これもいいですね。いいですよね。そしてローターもただのワンピースじゃなくて、はい、ちょっとあの2ピースになってるのかな、はいはい、こちらのタイプのローターだと、はい、そしてあとは足回りの方は前後ダブルウィッシュボーンということなんですけども、なんかこれショックがすごいこう技術が入ってるの読めました、はい、あ、なんかちょっとちらっとは見ましたね。あのバンプラバーが入ってないらしいですよ。そうですよね、なんかショックが2層構造になってて、うん、なんかそのバンプラバーの代わりになるダンパーがセカンダリーダンパーみたいなのが入ってて、はい、まあ、要は底付きを防止する、うん、で、あ、なるほど、そういう風に違うんだと思ったら、それってすごい利点があって、あのゴムとかウレタンのダンパーと違って反力がない。あ、なるほどなるほど。だ潰れた時にこう戻そうとする力がそのダンパー、うん、バンプラバー自体ないんで、うん、まあ、動きがより素直になるっていう、うん、なんでこの辺かなり多分一般行動じゃほとんど分かんないと思うんですけど、うん、まあ、極限の状態だと分からない、その辺違いが出てくるのかなと。であとは結構これボディなんかこのプレスラインが効いてるんですっごいこう何ですか、抑揚があるように見えるんですけど、意外にこうシュッとしてるんですよね、はい、横から見ると。そうですね、まあ、全体的にちょっとつるんとした感じで、まあ、流線的な感じで、横から見るとこの辺のブレスラインなんかが効いてて、はい、すっごい立体的に見えると、はい、そしてあとこの辺のラインもなんかちょっと先代とは違いますよ、違うんですけど、うん、なんか同じニュアンスを、そうですね、このルーフからそのまま後ろに下がっていくスタイル、うん、そして後ろのホイールは、ちょっとだけ幅が広くなって235/4018ということで、はいはい、でこれも S と R か、まあ、ちょっとだけ太くなるということ、はい、そうです、はい、まあ、太くできるということですよね。そうです、まあ、まあ言うてもフロントでこれ205から215になって、リアが235から245になるので、まあ、ちょっとした違いですけども、そういうのがありますね、まあ、少なくとも純正でそこのサイズアップはもうできてるんで、はい、まあ、攻めようと思えばもうちょっといけるかなと、はい、まあ、車高と出づらちょっとだらしがないかなってなんかでも調べたら日本でやってる人まだあんま実はなんか見受けられないんですけど、結構車高下げたりとかホイール変えたりとかってしてる人いるので、海外でもちょっとその辺も面白いかなと思います、ね、まあ、あとは仕上げ方次第でそのラリーっぽくするんであれば、まあ、このぐらいの車高で、うん、まあ、タイホイール変えたりなんかしても、ね、まあ、雰囲気が出るのかなと、はい、結構本当に遊びで使える、うん、まあ、もちろん本気で攻めることもできますし、はい、まあ、日常使っていただける車になってるんじゃないかなと、はい、そして後ろもう全然変わってないですね、はい、バイゼンしたって言ってもそうです、まあ、ちょっと実はちょこっとだけ変わってるぐらいです。ここがそうですね、エンブレムがあのグレード名のエンブレムが追加になってます。ここが追加になってる、はい、なんかちょっとポルシェっぽいですね、多分意識してるのかな、はい、なんて思ったりしますけどということでこちらが追加になってる、はい、であとテールランプだったりだとかその辺の衣装も全く一緒ですもんね、うん、はい、一緒ですね。であとすごいと思ったのはこれフロアなんですよね、やっぱりすごいですよね。なんか F1 とかモータースポーツのやっぱりルノー系なんで、うん、はい、まあ、テクノロジーが入ってるということで、うん、フロア真っ平らですもんね。真っ平らです。で真っ平らでしかもこの長いこのディフューザーのそうなんです、このフィン、これ飾りじゃないんですよね、ちゃんとディフューザーなので、もうリアのあの車軸の辺までつながっているということで、うん、はい、高速走行の安定性なんかはかなりこの辺違ってくるんじゃないかなと、はい、こんな感じのエクステリアになっております。はい、続いて内装を見てみたいと思います。で内装の前にキーがあのここだけは物申していいですかそうですね、はい、あの車両価格約900万円ぐらいじゃないですか、うん、にもかかわらずこのキーということで、これもしかしたら前回も同じこと言ってるかもしれないですけど、多分そうですね、ちょっとこれ正直に言っていいですかもうちょっと頑張ってほしかったです。鍵はそうですね、あのブランド名も何も入んないんですね、うん、でも装飾も何もないこの普通のプラスチックの鍵、はい、そしてこれカードキーなのに、うん、あのスマートキーがついてないんですよ。そうですね、なんでこれをまさかの差し込むタイプということで、はい、これこの後ちょっとチェックしてみたいと思います、はい、で内装はこんな感じです。でこれ内装がグレードで大きく違うということ で、はい、でまずこのレザーの色もそうなんですけど、シートが、はい、S だとフルバケットになるところが、そうです、
GT だとこのセミバケということで、はい、これだいぶいいですね。だいぶいいです。しかもちゃんとフルレザーなんで、はい、でしかもこれが肩のところに入ってますけど、なんとサベルト製ということで、はい、これはかなりちょっとこうスポーティーな感じと、うん、GT な感じと、はい、なんか豪華な感じがします、はい、そしてこのレザーちゃんとダイヤモンドステッチが入ってたり、そうなんです、このブルーのステッチが入ってたり、うん、ちょっと色気な部分もありつつ、はい、で同じカラーのレザーがダッシュボードだったりだとか、はい、ステアリングにも使われてて、はい、これ S だとあれですよね、アルカンというか、アルカンタラです、はい、スウェード調のステアリングになったりするので、そうですね、はい、だから本当に GT な感じ。そうです。もう多分この辺の内装の印象なんかはガラッと多分違うと思います。そしてドアなんかも見ていただけると、ここ GT で大きく違うポイント、あとフォーカルのスピーカー、はい、プラスサブウーファーがついてると。はい、でサブウーファーがつくのが GT だけなんですよね。そうです。で追加でオプションもできないんですよね、はい、ということでこの辺なんかもしっかり入って、ドアもめっちゃおしゃれですね。おしゃれですよね。パッと見そうデザインとかデザイン性かなりいいと思います。こんな感じのインテリアになっております。続いて乗ってみたいと思います。さすがにあの天井が低いです。低いですよね。めちゃくちゃ、いやこれ外から見てもフロアも結構低いですよ。低いっす、はい、ただ開口部結構大きいんで、はい、まあ、そんなにこう乗るの大変じゃないかなと。あとこのシートなんでサイドサポートそんなにこう立ってないんで乗るのはそんなに大変じゃないかなと、うん、でシートはだいぶホールドがいいです、はい、ちょっとこれ鍵置いておきましょう。で調整自体は手動です、はいはい、ここ高さ調整と、はい、あとスライドも手動ということで、はい、これなんかあの社外 のレカロみたいな、いレカロのセミバケみたいな、ね、そんな感じの調整ですよね、はいはい、そしてリクライニングも、これリクライニングがちょっとやっぱりダイヤルなんで本当社外のシートですね、はいはい、そんな感じです。でシートベルトもちゃんとこのブラウン、はい、これだいぶおしゃれじゃないですか。おしゃれですよね、うん、そして割とサイドサポートなんかも柔らかめなんでホールドはかなりいいです。ただちょっと座面は高いかなと。これそうなんですよ、前 S のフルバケの時も多分土屋さんおっしゃってましたよね。結構もうちょっと下げたいかなっていう気がします。ただ調整はこれ多分できないですよね、これ以上、これ以上高さは、はいはい、もう多分今一番下がってると思うので、ということでこんな感じのシートになっております、はい、そしてステアリングはこんな感じで割と太めかな。太めですね。で K は結構ちっちゃいですね、はい、でブルーのこのステッチが入ってて、はい、この辺にクルーズコントロール、はい、あとリセットなんかついてて、あとはモードの切り替えがついてると。で、はい、モードが、ノーマルとスポーツとあとトラックモードがついてると、はい、そしてメーターはこんな感じでフル液晶のメーター、はい、でこれもなんか前期後期でちょっと仕様が変わって表示がちょっと変わってると、はい、で見てみたいんですけど、なんとこの鍵をここ助手席側の、これ初見じゃ絶対分かんないですよね。そう、これちょっと話題になったんですけど、間違えて ETC カード入れる人いないかなっていう。あETC はちなみにちょっと先に言っちゃいますけど、はい、こ下なんですよ、ね、下にありますね、はい、ここの下についてるオプションです、ね、はい、でしかもこのカードがオンにしても抜けちゃうんですよ、んですよ、はい、という不思議仕様でございます、はい、そしてメーターはこんな感じでフル液晶のタイプ、はいはい、あ、これブレーキ踏まなくてもかかるんだ、はい、不思議、こんな感じで、でレバー8000まで、はい、6500からレッドかな、そしてメーターはなんと300キロまで振ってあるこちらのメーターになっております、はい、まあ、デジタルですけどアナログの雰囲気すごく残ってて、うん、感じはすごくいいですね、はいはい、そしてこれモード切り替えするとこんな感じで表示が変わる、はいはい、リオンだったりも出せる、うん、はい、これはトラック、そうです、トラックかっこいいね、かっこいいですよね、デジタル、あれ前もこれだったっけ、そうです、そうです、これ変わってないです、ノーマル、あ、ノーマル、スポーツ、トラックとこんな感じに、これメーターだいぶかっこいいです、はい、そしてインテリアは各部このカーボンが入ってるんで非常に高級感もあって、はい、でしかも奥までレザーなんで、はい、まあ、本当に奥の奥はプラスチックですけどかなり質感はいいです、はい、そしてナビは7インチで、はい、カープレイがなんと使えるようになったということ で、はい、純正で入ってます。ただここもちょっと一言申し上げてよろしいですか。はい、ちょっとここの縁が太すぎるかな、気になるですよね。この分も全部モニターが良かったですよね。あの昔の iPad みたいなちょっと縁の多さでございます。はい、こんな感じ で操作はまあまあまあ、まあ、そんなにこう最近のタブレットみたいな使い方っていう感じではないですけど、うん、まあ一通りいけるのかなと。あ、でこれあれか、ナビないんだっけ。そうです、ナビがないんで、もともとこのミラーリングの機能が、あ、もうカープレイを使う前提なんだ。そうです、そうです、こちらになっております。そしてあとはこの辺が
そうです、はい、まあ、モニターの電源ボタンとドアロック、はい、ハザード、あと ESP ですね、はい、横滑りとアイドリングストップのオフ、そしてエアコンはこんな感じで、これデュアルじゃないですよね。デュアルじゃないです、はい、シングルのエアコン、オートエアコンがついております、はい、そしてここなんか小物入れになっててこれ絶対傷になりますよね。なっちゃいますよね、はいはい、大事にしていただいた方がいいかな、はい、でここをシフト、はいはい、これ長押しするとパーキングに入れたりとか、はい、あとマニュアルモードを切り替えたりとか、はい、この辺でできると。そしてあとはパワーウィンドウとスタートストップのスイッチ、はい、そしてあとはこっちバギーク、ね、はい、そしてここアームレストはないんですよね当然、はい、そうです、はい、そしてここも蓋も何もなく、はい、小物入れになっております、はい、そして先ほどちょっと触れましたけどこの下が ETC と USB タイプ A が2系統、はい、あと AX ジャックが1個ついております、はい、そして足元こんな感じ、足元なんかちょっとスパルタンな感じとおしゃれな感じが両立しております、はい、フットレストでかいいですよね。でかいけどちょっとここの出っ張りが気になるっす。あ、はい、前回何言ってるかちょっと不安になりますけどただ全然タイトな感じはしないっす、はい、で少し全体的にはこっち助手席に寄ってる気がします、うん、はい、ブレーキもアクセルもただ全然乗りづらさはないのかなと。そして至る所にちょっと日産を感じます。あ、そうですね、はい、ただ逆になんかこう安心はできるかなっていう、うん、はい、だ壊れなさそう、うんうんうん、ということでこんな感じになってます。そして天井関係は普通の黒いファブリック、はい、でこれバイザーがこれビニールですよね多分。バイザーはだちょっとファブリックな感じもしますけど、うん、これが、S とか、あと R か、はい、になるとマイクロファイバー、はいはい、なるということでこの辺の違いもあると。で今回の車はドライブレコーダー、はいはい、ついております。こんな感じで、あと後ろは、はい、スペースはまあほぼない、うん、ほぼ、まあ、シートポジションによるんでしょうけど結構まあ前にすれば少し、あ、なるほど、はい、あでここにサブウーファーついてるんだ。そうなんです。え、これいいね。面白いですよね、うん、はい、これだけ走りもなんか楽しめてこれだけ装備ついてる車って確かあんまりない気がします、はい、こんな感じになっております。続いて前側のトランク見てみたいと思います、はい、前側のトランクはなんとちょうど100リッターということで、はい、ちょっと利便性に関してはだいぶなんありかなとなんか久しぶりに見て思い出しました。この傘を、スーツケースこれ横にしてもちょっと厚み多分厳しいですねかなっていう、ね、アタッシュケースぐらいしか多分ちょっとボストンバッグとかもはみ出ちゃうかなと、はいはい、ただまあ日常使いぐらいだったらまあまあいけるかなと、うん、はい、そして至る所がアルミということで今回あのボディに至っては 96% がアルミらしいです、はい、だからもう骨格もそうだし、うん、外反パネルのほとんどがアルミ製ということで、はい、こんな感じのボンネットになっております。続いて、はい、後ろのトランク見てみたいと思います。これはもう一般的な、はいはい、こんな感じで、で足開けるやつとか当然ついてないんですよね、はい、だこの辺のだから便利機能とかはまあまあないのかなと、うん、はい、そうですね、そしてリアの方これフロント変わらず96リッター、はい、まあ、4リッターだけ少ないんですけどちょっと買い込むわこれ多分僕今まで見てきたから一番ちっちゃいフードかもしれないです。確かに、はい、なんでまあ奥側結構容量ありますけど、はい、ちょっと開口部がかなり極端に小さいので、はい、まあ、ちょっとこの辺も使い勝手は正直良くないのかなと、うん、ただあるだけマシかなと、まあ、そうですよね、はい、まあ、あと工夫していただければいろんな風に使っていただけるかなと思います、うん、そしてあとはエンジンルームなんですけど、はい、一応ここ3箇所、はい、手探りで探していただくともう取っちゃってますけどこのタイプのネジがついてて、はい、これを外していただけると、はい、エンジンルームにアクセスできると、はいはい、開けます、はい、当然ダンパーもついてないと、はいはい、でさらにここのネジこれも今回もう取っちゃってますけど、はい、何箇所だ8箇所ぐらい外していただけると、はい、エンジンルームにアクセスできると、はい、はい、行きましょうか。こんな感じです、はい、こちらエンジンの方が 1798cc 直四ターボ、はい、これルノースポールのエンジンなんですね。そうです。そして馬力の方が300馬力、トルクの方が340ニュートンということで、これマイチェン前は、はい、パワーが出てる方のモデルでも292馬力、はい、トルクの方が320ニュートンということで、はい、馬力が少しアップして、トルク20ニュートンもそうなんです。アップしてるんですね。はい、だから走りがだいぶ違うとかっていう。違うと思います。多分その1年半前に紹介うちで紹介した S が292馬力のそのマイチェン前のエンジンなので、そこからちょっと変わってる感じですね。なんでこの気になる乗り味の方はこの後乗ってみたいと思います。そして組み合わせるミッションの方が7速オートマ、これゲドラグ製の、DCT。はい。でこれがなんかハードウェアが強化されているということで、はい、トルクの許容量がアップしているそうです、うん、なのでこの辺の走りもちょっと違ってくるのかなと、はい、であとはこれもう初期というか初代の
これ初代の RP の A1 電灯、大きく違うのはエンジンの その搭載方法が変わってるんですよね、うんうんうん、あの先代の一番初代のやつってこれ縦置きの RR だったのが、はい、この台になってから横置きの MR になっているということで、これ MR 具合が見えますね。そうですね、リアのこのドライブシャフトがちょうどここにあるということ、はい、そうなんです。だから結構重量バランスは考えられているのかな、はい、でこれ調べたら重量バランスが、フロント44のリア56ということで、はい、ややリア寄りの、そうですね、はい、ただ重量物は全部この中心に合わせた、はい、こんなレイアウトになっているそうです。続いて透過類見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。はい。で、ちょっと内装の紹介で私間違っておりました。はい。ニュートラル長押しでパーキング。まあ、パーキング。はい。でドライブはこれもう一回押すとマニュアルになる。はい。はい。オートマとマニュアルの切り替えということで、これ別に長押ししなくてよかったんですね。はい。はい、という違いがありました。はい。ただこれちょっとここでギアは入れられてほしかったなと。ああそうですよね、うん。確かに。そう、バックからこう例えば一足入れたい時とかも。うん。そう、これ押さないといけないのね。結局はボタンでっていう。そう、両引きでニュートラルとかもできないのね、うん、それは入れてほしかったなってま前回なんて言ってるか分かんないんでちょっと怪しいですけど、あと思ったのはこんなに剛性いいんだっけ。いや車の剛性びっくりですよね。こんな高かったけど思いますね。あとね、多分だけどね、これステアリングのそのラックの剛性と、はい、だとねエンジンマウントの剛性めちゃあると思う。あ、今普通のノーマルモードで少しこう、はい、なんていうの、小刻みなこの振動がね、はい、ステアリングに伝わってくるの。だから結構そのエンジンの振動がまあボディに伝わって、それが多分ステアリングに伝わってるんだと思うけど、普通だったら多分もっとねないと思うんだよね。うん、ハンドの剛性めっちゃあんのよ。良さそう。程よくステアリング、うん、そんなめちゃくちゃクイックではない。はい、程よくクイック。え、いいぞこれは。楽しみですね、うん、そして先ほどちょっとナビは、はい、カープレイが使えるようになったということで、はい、繋げてますね。 iPhone 繋いでみましたけど、はい、メディア関係も何もないんですよね。ラジオだけ、まあ、ちょっとまあまああとこのあれでもさっき Bluetooth 確かあったんで、はい、Bluetooth のもともと入ってるのはないんですよね。そうですね、はい、テレビがあったりだとか。あ、ないですね、はい、ミュージックボックスがあったりとかっていうのはないということで、はい、まあ、基本的にはもう携帯を繋いで使う前提、うん、はい、まあ、大体皆さんも携帯で聴く音楽多分決まってると思いますし、はいはい、マップも Google マップが使い慣れてると思うんで、まあ、この辺が、はい、そして乗った感じはですね、全部唐突な感じない、うんうんうん、ブレーキももっとガツンって感じかなと思ったから、ちょっと気をつけてブレーキ踏みましたけど、全然ブレーキも素直。ああ、いいですね、うん、ステアリングもなんかそんなめちゃくちゃクイックな感じしないですね。じゃあ変なこう癖みたいのはなく乗りやすいって感じですかね。けどね、この分かるかな、このステアリングの振動、これちょっと触って、これ前期もこんなんだったっけ。お、確かに結構あるよね。ありますね。だそれがなんか嫌な振動じゃなくて、うん、なんか車が全部こうしっかりつながってる感じの振動がします。確かに。だから多分エンジンマウントとかも固めのマウント入ってるんじゃないかなって。はい、確かにこんな珍しいですね。そう、車でだシートとかも結構こう振動感じるのよ。はい、そう、お尻がダダ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 って。
で全然乗りづらさはない、うん、むしろあのドイツ車なんかよりブレーキあのこのなりでマイルドなんで、まあ、全然乗りやすい。多分国産車から乗り換えたりしても違和感ないんじゃないかなって。確かにそうですね、はい、ノーマルモード静かっすね。静か。そして足はノーマルでも、まあ、少し固めかなと、うん、程よく、はい、程よくタンタンタンって感じですね、うん、でものすごいなんか後ろのこのエンジン、はい、自分のお尻の下、お尻の後ろぐらいに重量物があるなっていうのが分かる。あー、確かに。これシートがすごくいいね。いいですね。かといって前が軽すぎる感じも個人的にはないし、はい、これすごいですよね。こんなちっちゃいボディでダブルフィッシュボーン前後じゃないですか。接地感本当に取れるようにしっかり作られてますよね。まあ、ダブルフィッシュボーンだと基本的にアライメントの変化が少ないですからね。ローダウンっていうかその沈み込んだ時に。そしてもうノーマルモードだと全然アクセルの付きがもうマイルド通り越してかなりぬるいんであの普通に乗れる。ちょっとスポーツにしていいですか。はい、でスポーツにするとちょっとこのアイドリング高くなるんで、はい、途端にこうステアリングの振動が消える。あーなるほど、うん、ちょっとこう揃ってくるんですかね。揃ってくる感じがします。あで馬力とこのトルクが出るんだメーターに。これが、はい、表示も変わって。でまあちょっと中で座った時はシートポジションもちょっと低いな したいなと思ったんですけど、結構ドアが高いんで。はい、そうなんですよね。まあまあ、あと視界めちゃくちゃ低いですねこの状態でも。視界低いっす。なんかこれ以上低くしたいって言ってごめんなさいって感じです、うん、すいませんでしたって感じ。視界は低いっすね、はい、あと前は少し見づらいかなって。こう割とこうスラントしてるんで、うん、そんな感じしますね。ちょっと長さはちょっとつかみにくい、慣れが必要かなと。そしてこの聞き慣れないウインカー音じゃないですかやっぱり。はい、ああすげえ。ああいい感じかも。ターボの音がしますね、吸気と。あ、すっごいターボらしいターボだね。すごいですね。僕この左後ろからすごい吸気の音きますね、うん、めちゃくちゃターボらしいターボの音が挙動もこうワンテンポ遅れて、はい、こう下級が始まって。そうですね、すごい。いやでもこれでいいくない？全然僕個人的にはすごく好きですね、うん、ただやっぱ前の動画でもこれはもう話題として取り上げてたんですけど、対抗馬がケイマンなんですよね。うんケイマンと比べるとその車のポテンシャルは、うん、ちょっとやっぱまだ追いついてないのかなっていうのは前もお話をしたと思うんですけど、まあ、それが今回どう変わったかっていうのと。確かに。ただまあそう言ってもキャラクターが全然違うじゃないですか、うん、なんでやっぱもうちょっとシャレっ気欲しいとか、うん、スタイリッシュな方がっていう方には多分ぴったりな一台かなっていう気はしてます。だ結構ね分かりづらいところにその違いとお金がかかってるかなっていう感じがします。うそうですよね、うん、やっぱり見た目のところでいくと少しこうチープさがあったりとか、うんまあ、鍵のとこだったりこのオーディオ関係だったり、はい、その他インターフェンスだったりとか、ただこのフレームだったりだとか、まあ、床下だったりとか、まあ、その辺に関しては正直ちょっとかなり気合お金がかかってるかなと、うん、決して車はもう全然なんていうんですかこうケイマンに全然届かないっていう感じじゃないんですよね、うんうんうん、ちゃんと作られてるんで。実際ラリーとかでも、うん、本当にここ近年は結構活躍してる車なんでポテンシャルが高いと思います。いけます。はい、あ早い早い早い、はい、でもそんなめちゃくちゃびっくりする感じではないけど、うん、ちょっと待ってくださいね。すげえターボらしい音だな。ターボらしいよね。はい、もうターボターボしてる。え、だいぶ楽しいぞこれ。おー、てか車軽い軽い車軽いな。本当に飛ぶように走るねこれ。すごいっすね、めっちゃ軽い。もうちょっとレスポンスよく。でもこれあれかな、じゃあトラックにすればもっとレスポンスよくなるのかな。そうですよね、多少は少しやっぱりターボラグは感じるね。吸気音がして、うん、あのブーストかかってからパワーがモリモリって出てくる感じ、はい、本当の一番下の方は本当に1000、2000回転ぐらいちょっとやっぱり物足んなさを感じるかもしれないです。そうね、そうね、はい、ただマニュアルモードついてるんで、うん、多分これマニュアルで高回転キープしてあげればかなりシャキシャキ運転できるんじゃないかなっていう。いや速いぞこれこれは速いぞ結構いやでもなんか
なんだろうな、ちょうどいい感じがする、すごく。うん、そうですよね。結構踏んで楽しめる車ですよね、うんうん、多分。変速も全然変速ショックはないです。そして速い、結構音もいいですね。この低速のトルクがちょっと細いのはやっぱり、やっぱそうですね、まあ、乗り方かな。まあでも、まあ、特性なんでしょうけど、でもこれでもまあ先代よりはトルクは20ニュートン上がってるんで、うんうんうん、そうね、うん、ステアリングもそんなキビキビすぎないでちょうどいい感じですね、うん、切ってこう本当にわずかに遅れてついてくる感じ、うん、これ意外と今、うん、ちょっと速度ちょっと上げただけで意外と足回りマイルドですね。そうね、そうね、だって今はだってトラックだよ。そうですよね、うん、めちゃくちゃ足が動いてる感が、うん、なんか車がこうぴょんぴょん跳ねる感じとかもないですし、うんうん、視界がこう上下する感じもあんまないですよね。うまくいなしてる感が。でもそのバンプラバーのとこまで使ってみたいよね確かにそうです、使ってみたい。せっかくだからってあるんですよね、うん、結構さ、バンプラバーってさ、うん、あのまあ、車にもよるけど、なんかただの底付き防止のゴムみたいな思われてる節あるじゃない、はい、まあウレタンだったりするけど、はい、でも基本的にあれ減衰として使ってることの方が多いんだよね、うん、だ2段階だから、ついてっからその潰れるまでのこう、そうですね、まあ、吸収してそこを制御というか抑え込むところですよね。結局その最初のこのロールさせて、うん、そのバンプについたらもうそれ以上こう沈み込まないから、はい、そこからグリップがグググッと上がってケツがこうググってこう入っていくっていうセッティングになってるっていう。大事っすよね、本当に。そのバンプラバーを今回はもう一個ダンパーというか追加してるところで、でそこで反力が発生しない、うんうん、だから本当にスプリングの反力だけで戻すっていう、はい、そこちょっと使ってみたいよね。確かに。安心してくださいニュールが待ってますよおお、はい、なんかちょっとまあどうなるかあれですけど、もしかしたらまたこの車に、そうですね、はい、売れる機会があるかもしれないということで、この撮影の時系列とあとはもう当日どうなるか分かんないんで何とも言えないですけど、もしかしたら間もなくニュールでこれを走らせることになるかもということでそうですね、皆さんお楽しみにということで、この車も実際こう街中だけだと、公道だとケンマンと比べるとってこうちょっとマイナスイメージ持つ人もいると思うんですけど、実際こう速度域上がるとそれが変わる可能性もありますもんね。あるあるある。だからもちろん高速の方がもう少し分かるんだろうけど、うん、やっぱりもうちょっとだよね、うん、何よりこの車の武器は軽さですからね。確かに1トンちょっと、はい、1100ちょっと、いいね。1100ちょっとってもう今の時代なかなか出てこないですよね。確かに確かに。まあ、国産車の FF とかで1トン切りしてるやつなんかもあるんですけど、だってこれだけフレームしっかり作ってあって、うん、ましてや今回のこの GT だったらレザーの内装がついてて、そうですよね、それってなかなかないんじゃないかな。うん、すごい豪華っす。めっちゃ久しぶり、ステアリングコラムが膝に結構当たるんですね。あ、ここね、はい、結構、うんうんうん、だからシートがやっぱ高いんですかね。こうなんだろう。このダッシュもさ、下結構張り出してるよね、こう。そうですよね。膝が当たる。え、これ多分小回りは？小回りは、あ、まあ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 。でも見た目ほどすごい旋回あの性能がいいわけじゃない。そうですよね。旋回性能っていうかその切れ角があるわけじゃない。うん、あ、最小半径は結構、まあ、なりかな。そうですね。ステアリング確かにすごいマイルド。マイルドだよね。うん、結構マイルドですね。なんか前 GT3RS 乗った時にすごくこう繊細で、何ですか、こうスムーズ、遊びもミリ単位で動いてるようなステアリングフィールって伝えたと思うんですけど、それよりももうちょっとマイルド違和感はないですね。ウインカーの音だよな。いいよね聞き慣れない。いや、この内装いいよ。なんかちっちゃい、なんかあのスーパースポーツみたいな感じで。そうですね、デザイン性も高いですよね。いい、だ ETC カードもこれ刺すのすげえ大変だよね。これ事前にシート一番下げて、うん、事前にこう刺したりするかですよね。そうね、そうね、そうね。だってやっぱりここ携帯置くと少しこう傷になりそうで心配です。下置いておいて下の方がいいですね。あ、下はちゃんとラバーのマット引いてあるのとかね。そうですね、はい、これが正解の気がします、はい、だからもう使い勝手とかいいんだよね、もう、うん、
あのさっきちょっと動画回す前に話しましたけど、あれもないんですよ、ドリンクホルダー。あーね、うん、どうすればいいの、どうしましょうね。だからこちらのセンターコンソールのポケットに入れるか、このエアコンタイプのこのフィン、エアコンのこのタイプのフィンに合うドリンクホルダーがあるのかと思いますよね。そのあれで、でも確かにこれドリンクホルダーっていうか、このエアコンの吹き出しもデザインされてるから、そうなんですよね。っていうかこの内装につけたくない、うん、まあそうですよね。汎用のちょっと安いドリンクホルダーとか、うん、でもなんか座ると、うん、このシートのホールド感と、うん、車のこのなんかこうフィーリング、ちょっと走り出したフィーリングでもなんかもう走りたい気持ちになりますね。楽しい、軽っ。調べたら去年の夏時点ですけど、はい、日本は800台しか登録されてないっていうことでそうですよね、800台しかなのか800台もうなのか分かんないですけど、うん、そんなにここめちゃくちゃ売れてる車ではない、うん、でもただ好きな人には届いてるのかなって。そうなんですよ。でも僕休日とかドライブしててもちょいちょい見かけるっすよね。いや本当に好きな人に届いて乗ってる感じが、うん、いやでもねこれちょっとね、そんなにないじゃんディーラーも、うん、そうなんです、ディーラーは少ないですね、うん、だから見る機会も多分あんまりないじゃん、うん、だこれ見たらね、おいいじゃんっていう人ね結構多分多いと思うよ、うん、そうなんですよね。乗ったらなおさらだと思う。そうです、まだ多分知らない人も多いじゃないですか、うんうんうん、でもこれ知ったら結構すごいねってなる人多いと思うんですよね。これはねちょっとね、乗る機会があったら、うん、ちょっと乗ってほしい。そうですね、みんなにマニュアルモードでしょ。わかりますよ、はい、おいいね。あ、すげえ曲がる。何これ、頭が入る。え、ちょっと待ってください。なんか今頭がちょっと混乱した。なんだろう。今ちょっとこう踏んでいきながらすごい緩やかなカーブ曲がってったじゃないですか。こう低速でステアリング切ってる時ってすごいこう、まあ、遊びがあるなっていうか、うん、まあかなりマイルドだなと思ったんですよ、うん、でも今ちょっと速度高くなってった時に本当にちょっとしかこう切ってないステアリングに対してものすごいノーズが反応してたんですよ。低速と高速で全然これ違うっすね。何なんだろうね。何だろう、すごいこれ今ちょっとびっくりしました。足のセッティング、何だろう。でもステアリングギア比はでもあれだもんな。でもステアリングもさ、こうただこう切れるだけじゃないからね。そうですよね、うん、こうベンズなんかも本当にこうキャスター角ついててすごくこう切れるし、またその重量バランスなんかで、ね、その車の頭の入り方が違うから。そうですよね。そういやびっくりした今すっごーと思って。あ、3000ぐらいで、そうね、結構きますね。だそのぐらいキープして走ればすごいシャキシャキした運転できるかなっていう、まあ、音はちょっと演出もあるけど。そうね。おお。いやもう片鱗しか味わえない。でもこれは面白い。すごい。乗りたい。ちょっとサーキットで踏んでみたい。いいですね。うん、いやまあもちろんかなり多分コース幅広いサーキットとかだとちょっと物足んなさあると思うんですけど、ここもうほんとショートサーキットとかジムカーナとか絶対面白いなと思って。であとワインディング、ワインディング乗ってみたいね。これ絶対楽しいですよね。ちょっと高低差あるとことかさ、この軽さでこのフィーリング絶対面白いですよね。剛性高いししっかりしてるよね。すごいしっかりしてる、ね、めちゃくちゃしっかりしてる。でもこれが、GT グレードはアルピーヌシャーシですよね。え？ GT のグレードはシャーシがアルピーヌシャーシ。 S と何 R はさらにってこと？アルチはシャーシスポールです。あ、そうなんだ。シャーシが違うんです。あ、そうなんだ、はい、エンジンは同じ高出力の300馬力なんですけど、うんうん、シャーシ違うんですよ。あ、そうなんだ。で、よりマイルドなこう方向性味付けになってる。そういうことか。そうです。なんでこれでこんだけ剛性高いんで、うん、今の多分SR って多分相当でさらにちょっと軽いんで、ちょっと乗ってみたいね。気になりますよね。確かに。で S と、まあ、R は確か標準なんですけど、あのリアウィングついたりとかフロントリップついたりとか、エアロパッケージが設定が S とかにはあるので、さらに空力も上げれる。なるほど。それもちょっと気になるなっていう感じですよね。
全然荷物の詰めの話以外は前も言ってたと思うんですけど、そこなんですよね。あとこれ前動画で言ったんですけど、熱、うん、あのラゲッジスペースの熱問題がちょっとあって、あそっかそっかそっか、はい、バブリングしてるな、すごいね。でも面白いですね。ちょっと池田君これ音楽を再生していいですか。はい、フォーカルサウンド、あーまあ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 、すごいクリアじゃないですか。あすごいね結構、うん、クリアですね。これはね動画では一切伝わらないけどあの純正オーディオにしては結構クリアな、クリアですね、うん、こもってる感じしないね。ナイスナイスナイス。そうねそうねそうね、いい感じですね。いいスピーカーも数は多くないんですけどね。ツイーターとミッドとミッド、スコーカーかな。そうですね、はい、フルレンジとあとサブウーファーが4スピーカープラスサブウーファーということで、うん、こんなのもついております。はい、ありがとうございます。まあこの辺はあれですよね、あの iPhone 持ってきていただければ、はい、視聴なんかもできますし。そうですね、めっちゃいいですね。そっか、ここで音量のコントロールとか電話のこっちでできない、いや多分こっち慣れちゃってるから今ちょっと戸惑っちゃいましたけど、逆に慣れちゃえばまあもう見なくても操作できるんで、うんうん、楽は楽ですね。ちょっとね国産車とかドイツ車の作法が当てはまらない。そうそうですね、はい、うん、それはあります、うん、もう独特、うん、独自の、うん、感じです。ここにもうちょっとスイッチを増やすっていう考えはなかったんですね。あ、まあ、そこはあのクルーズコントロールと、はい、あとリミッターが、うん、これの切り替えが押せるんかなと思いきやまさかシーソーっていうちょっと面白いですね、はい、こちらになっております、いや、いいな。いやだからこれを1台でっていうのもちょっと難しいかもしれないけど、うん、だからマルチに使える車じゃないと思うけど、はい、だからもう1台、うん、趣味の車としてっていうのはすごくいいんじゃないかな。いや絶対楽しいと思います。そう、1台は完結ちょっと難しいと思いますね、うんうん、まあ好きだったらまあ1台でも全部何でもできるんでしょうけど、うん、全然、まあ、理想はもうちょっと大きめの車で、ね、マルチにこなせる車があって、まあ、趣味の車としてこの辺があったりとか、はい、まあ、あとは好きな人だったらもうこれ1本でも、うんうん、でも全然普通に使えるよね。使えます、全然使えてます。車高も全然低すぎないですし、どこでも多分入れちゃうと思うんで、まあ、個人的にはあのこれのカスタムが見たい。あそうねそうね、あの独特なスタイリングじゃないですか、うん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 、でもこれ多分車高下げてホイールとかも変えたら結構かっこいいと思うよ。めちゃくちゃかっこいいと思う。でちょこちょこパーツ、まあ、多くはないですけど、うん、出てるみたいなんでちょっとそういうのも見てみたいなとは思いますね。もう初代オマージュはもうノーマルで完結してるからねそうそうあのホイールといいさ色といいさ、そうそうなんですよね。だそこじゃなくて現代版にちょっともう一回、うんうん、ブラッシュアップして、そうですね、うん、いや見てみたいな。2000年代にこの車を解釈したらこんなにかっこよくなりますよって、うん、いいかもしれない。いい車ですね。ありがとうございます。ありがとうございました。で最後になりますけども、はい、楽しい。まあ相変わらずね、やっぱりこういうなんか遊べる車は1台持っときたいなっていう、はいはい、まあ、そんな余裕もないですけど、うん、はい、思ってしまう楽しさだったなと。何よりやっぱ軽いっていいですね。確かに軽いは正義ですね、はい、改めて実感しました、はい、で知ってますか池田君、2024年から順次この電動化、はい、あそうですね、アルピーヌも始まるらしいですよ。そうなんですよ、うん、ということで、まあ、この辺楽しめるのって、うん、もうここ数年、そうですね、まあ、なんかちょっと一説読んだ、まあ、記事によると、まあ、アルピーヌもテスト車で確か電動化したやつ多分あったと思うんですけど、それがやっぱこれガソリンモデルより200キロちょっと確か重かったみたいな感じだったんで、まあ、今後どうなるか分かんないですけど、まあ、いずれにしてもやっぱ電動化の方に進んでいくのは間違いないと思うので、まあ、なくなりはしないと思うんですけど、うん、このコンディションで楽しめるのっておそらくここ数年だと思うので、そうですよね、まあ、興味のある方はぜひ乗っていただきたい時代かなと思います、はい、というわけで今回はアルピーヌ 110GT をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。